歌手名とタイトルお願いします。はい、大山信代で浪曲ドラえもんです。ドラえもん系も結構いろんなところ出てるんですけど、でも浪曲ドラえもんはちょっと初めてで、これねアニメファンは要チェックなんですが、 A 面はですね、はい、堀江光子さんの僕たち地球人という曲で、うん、B 面が大山信代さんの浪曲ドラえもんで、へー、そもそもこのレコードは自然保護憲章制定10周年ってちょっとお堅いイベントのもので、うん、なんかまあドラえもんとこの自然保護憲章制定10周年がまあタイアップというかまあしてたんでしょうねということなんですがね。さあ、これ聞きどころポイント伊藤さんどこですかね。まずやっぱこう大山信代さんがいわゆるこう虎像節、浪曲のあの節回しに挑戦しているんですけども、やっぱこう大山信代さんはどう聞いても大山信代さんでしかなく、だってこれ難しいのが、うまくやっちゃうとドラえもんじゃなくなっちゃうから、大山信代さんにも結構無理難題を吹っかけてるの。ドラえもんでありながら、浪曲をやってくれっていうことだから、面白いのが、これを伊藤さんが見っけるのって、浪曲もろって欲しいわけでしょ。そうですね。だけど、聞くと、浪曲申し訳程度にしか入ってないですよね。浪曲じゃないだろうなっていう。そう、だから浪曲ドラえもんって言われて、多分普通想像するのは頭から、浪曲で入ると思う。三味線が入って、そうそう、なるのかな、ベン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 っていうね、うんうんうん、ことだと思ってるね。で、なのに、急に途中で申し訳程度の浪曲が入ると、僕の注目はね、ドラえもん、似てないんじゃないかっていう、え？作った人。ドラえもん要素がロボットだっていうこと以外何にも入ってないんです、秘密道具も入ってなければ、ないよ。いや、下手すれば未来から来たみたいなことも、ほぼほぼ触れられてないし、あれ、猫型でもない。え、ね、これすごい、すごいです。多分ドラえもんの歌の中で一番、大山信代さんっていうバリバリのドラえもんを起用してるんだけど、はい、ドラえもん要素がほぼない。ちょっと皆さんドラえもん要素をチェックしながら聞いてもらいたいと思います。1984年です。大山信代さんが歌っています、浪曲ドラえもん。犬が2歳。
分かってくれるかおいらの気持ち。ああさすらいの改めて伊藤さんと一緒に聞いてたんですけど、はい、やっぱり謎がいっぱい含まれてますね、うん、ドラえもんって人間になりたかったっけっていうそういう要素を一回も見たことがないんですけど、なんかみんなと一緒になりたい、だから影が丸っこいっていうとこだけは、うん、あ、ドラえもんを多少見たことがあんのかなって感じはするんですけど、うん、それ以外の要素にだって何も入ってこないでしょ。そうですね。え、ドラえもんってこんなんじゃないって。ドラえもんオイラなんて言わないですからね。そうですよね。オイラドラえもんとも言わないですもんね。そうですよね。で、あともっと言うと、その自然保護憲章とも関係ないですよね。全然そこも関係ないんですよ。で、これね、その大山信代さんが歌ってるっていうことと、曲を作ってる、この菊池俊介さんは、実際、映画のドラえもんシリーズとかの曲も作ってる人だから、ある意味本物なんですよ。で、びっくりしたのが作詞なんですが、小谷夏さんという方、僕知らなかったんですけど、いろいろ調べると、この人はTBS の伝説のプロデューサーの、久世照彦さんのペンネームなんです。どういう行き先でこうなったの？でもね、多分お仕事だったんじゃないかなという。そうですよね。アルバイト的な。そうですよね、うん。なんか他にもパーマンの歌とか書いてるらしいんですよね。ああ、だから、もしかしたら藤子先生と親交があったとか、なんかそういうことなのかしら。うん、だけど、あまりにざっくりで、聞けば聞くほど、どうしたどうしたっていう。ねえ。で、浪曲の部分も、伊藤さん一番期待してたはずなのに。そうなんですよ。やっぱり、なんだろう。顔で笑って、みたいなことではないんですよね。心で泣いて、みたいのを期待するわけですよね。これは、なんかドラえもん的な浪曲を聴けるのかなと思って買ったら、あれっていう。浪曲ってつけちゃったし、ぐらいのところで収まっていくという謎大きいドラえもん。